皆さん、こんにちは、こんばんは。いつもご視聴していただきありがとうございます。伊勢ヶ浜部屋の武富士という力士をご存知ですか？初土俵から所要8場所で新十両というスピード出世を果たし、実力を発揮しています。令和6年の初場所からはいよいよ新十両に昇進して活躍が期待される若手力士です。同部屋の横綱の照ノ富士も強くしてあげたいとアドバイスしており、将来が大いに期待できそうです。ますます好調な武富士の高校大学時代の成績など紹介していきます。新十両昇進、武富士は令和5年大相撲九州場所で見事新十両昇進の切符を手にしました。武富士は伊勢ヶ浜部屋に所属する力士です。所要8場所でのスピード出世を果たしています。令和4年6月に初土俵を踏みますと、いきなり序ノ口と序二段で優勝し、強烈な押しで強さを発揮し、順調に勝ち進んで今回の新十両昇進につなげました。今回の新十両昇進については武富士は、地元の方々が喜んでいるのを見て自分も嬉しい気持ちになりますが、僕自身はやはり目標がもっと上なので、これからの方が大事だという気持ちの方が大きいです。やっと一からだと思っています。と高い目標を持っています。アマチュアとプロの違いを実感。昨年アマチュアからプロへ入ってどんな違いを感じていますか、という質問に対して武富士は、プロは稼がないといけないですし、アマチュアと違って自分で考えないと上に行けない。初めてプロに入った時はまた違った重圧を感じました。大学を背負うのと自分を背負うのとで全然違いますね。でも僕はむしろ一日一番しか取らないプロの方が向いているなと自分では思っています、と話しています。武富士のプロフィール。武富士は本名が石岡幹也、石岡幹也、出身は青森県北津軽郡金木町、現五所川原市、生年月日1999年4月9日、24歳、身長 184.0cm、 体重 139.5kg、 所属部屋は伊勢ヶ浜部屋です。武富士の家族兄弟は、武富士のお母さんは石岡桃子さんで、武富士の幼少期のことを優しい子で子育てが楽だったと言ってます。武富士は4人兄弟の次男ですが、当時の写真がこれ。桃子さんはとにかく優しい。4人兄弟なので子育てが大変でしたが、幹也、武富士が優しい性格だったので子育てする上で本当に助かりました。母親の石岡さんは、武富士からもらった修学旅行のお土産のティッシュカバーを今でも大切に使っています。相撲を始めたきっかけ。武富士が相撲を始めたきっかけは、本人曰く、祖父がアマチュア相撲をやっていたので、僕が生まれる前は指導者でした。最初は何が何だかわからないまま道場へ連れて行かれたんです。物に釣られて、保育園の頃だったのかな。生まれてから自分の記憶があるところでは相撲をやっていない人生がないんです。ということで、祖父の影響を強く受けているのですね。最初は相撲はあまりやりたくなかったようですが、一つのものに集中したい、諦めたくないという気持ちが強かったんです。自分のやっていることから逃げたくない、やりたくなくてもうやるしかないと小学生の頃からそう思って逃げたことはありません、と話しており、真の強さを感じさせられますね。しこ名の由来、武富士のしこ名の意味や由来について紹介します。武は地位の高い人という意味から、転じて高い地位を目指すという意味です。武富士本人もさらに上を目指したいと目標はしっかりしています。富士は師匠九代伊勢ヶ浜の現役時代のしこ名朝日富士からもらっています。小中学時代、武富士の小学時代は祖父の勧めで相撲に取り組んでいました。武富士は小学5年生から中学校卒業まで地元の津軽朝日富士ジュニアクラブで稽古を積みました。そこで武富士を指導したのが恩師の越後屋清彦さんです。越後屋さんは当時の武富士について、とにかく強くなりたいという気持ちが強い少年だったといいます。運動神経が良いので家で遊ぶよりも外で遊ぶ方が多かったようです。相撲の他にも何かスポーツをしていたかと聞かれると、小学4年生の1年間だけ野球もやっていたんですが、その年のわんぱく相撲で上位に入賞したので相撲一本に絞りました、ということです。また中学は津軽相撲クラブに通いたいので地元を離れて津軽市立木造中学校に進学したということから、この頃から自分の将来を思い描いていたのでしょうか。
中学時代の成績は、中学校3年時に全国都道府県中学生大会個人3位、全中個人ベスト8、白鵬杯団体優勝、個人3位、と、素晴らしい成績を残しています。高校、大学時代の成績、高校は鳥取城北高校に進学、1年時に金沢大会で個人8強の実績を残す、3年時は全国高校総体個人3位、選抜高校相撲宇佐大会個人3位、日本大学相撲部時代は、2年時に全日本大学選抜金沢大会準優勝、全国学生体重別大会135キロ未満級準優勝、全国学生選手権団体優勝、3年時に全国学生選手権団体優勝、4年時に全国学生相撲個人体重別選手権大会、無差別級16という数々の成績を残しています。照ノ富士に憧れ伊勢ヶ浜部屋に入門、武尊富士は中学の時に初めて照ノ富士に出会いましたが、その時に声をかけられていました。その時から憧れていて伊勢ヶ浜部屋に入門を決めていたのです。そしていつか照ノ富士と土俵入りがしたいという目標を持っているのです。照ノ富士は素質があって芯の通ったこと、高い評価を受けています。横綱、照ノ富士からのコメント。実際に照ノ富士からのコメントは、最初の印象としては真面目そうだなと思いました。もともと素質があるし、ちゃんと芯の通っている子、仲間を大事にする一面もある。まず力士は強くならなくちゃいけないんだけど、それを念頭に置いて取り組んでくれています。もちろんまだまだ足りない部分、甘い部分はあるけど、そういうところは自分が一つ一つ教えていってあげたいし、スカルとして伊勢ヶ浜部屋を選んでくれたからには強くしてあげたいなと思っています。このように横綱から期待をされていて、強くしてもらえるのなら今後ますます強くなるでしょうし、持ち前の突き押しの破壊力はパワーアップするはずですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。あなたのコメントやいいねをいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは失礼いたします。